フェリってばもう最強でしょ。お兄さんって遊ぶと面白いね。こんな技はどう？つまんなかったから帰るね。お兄さん、フェリとお話ししない？眠い。ああ、このままバックれたいな。でもそうなったら何をされるか想像もしたくない。もうお兄さんたらちょっと声を変えたら全然気づかないのね。フェリシア？一体何しに来たんだフェリシア。制服なんか着て。せっかく御社町に来たんだからそれらしい格好をしたいなって思って。似合ってるでしょ。目をそらした。見たかったらもっと見ていいのに。ほらほら。別に見たくはないって。それよりも何しに来たんだって聞いてるだろ。お兄さんは本当にそれが気になっているの？それよりもこの短いスカートとか食い込んだニーサの方が気になってるんじゃないの？なってないって。マジで何しに来たんだよ。まさか制服を着たかっただけじゃないよな。あら、お兄さんにしては鋭いわね。一度タイマニンの通っている学校の制服を着てみたかったの。はあ、それにしてもその制服どうしたんだよ。買ったとは思えないし、武器の鎌みたいに作ったのか？うー、はずれー。全然違いまーす。というか買ったとは思えないとかひどいな。
もっと面白い方法で手に入れたんだよね。面白い方法なんてあるのかよ。じゃあ誰かに作らせたのか。誰かに作らせたって面白くないでしょ。見当違いすぎ。もうちょっと真面目に考えてよ。悪かったな。どうせ正解なんかできないからさっさと教えてくれ。これはとあるタイマ人から拝借したの。御社にいるタイマ人はみんなどこか隙があるから侵入するのは簡単だったわ。借り物にしてはサイズがぴったりだと思わない？シャツもスカートのウエストもそのまま着れちゃった。そうだな、確かにぴったり。ペリシアが着てぴったりなサイズのタイマ人ってほとんどいないよな。それにただ借りるだけじゃ面白くないから、ついでにちょっと面白いいたずらもしておいたのよ。いたずらって迷惑をかけるようなことをしてないだろうな。魔族が御社にいるってのがバレたら面倒なことになるぞ。大丈夫よ、ただ書き置きをしておいただけ。制服を借りるぞ、バイ小太郎って。なっ、大丈夫なわけないだろう。なあ、制服を借りてきた相手って。この制服が誰のものか気になるの？胸がなくて日に焼けた可愛らしいタイマニーさんよ。まさか雪風のか。お兄さん今日初めての大正解。あの子生意気だからお兄さんとまとめていたずらしてあげちゃった。てぇ、いたずらや冗談で済まされないぞそれ。早く脱いで返してこい。こんな場所で脱げなんてお兄さんのエッチ。逃げないと襲われちゃうわ。逃げるな！ちょ、待ってよ！フェリシアが引くんだろう。任務なら私の出番だな。